はい、こんにちは。おともの藤原です。嫁さんのゆかです。今日はね、話すといろいろ長くなってしまうので大きく3つご報告させていただきます。まず、僕たちが今どこにいるのかというとこれは、新しく買ったハイエースの車の中にいます。今このハイエースに住みながら、バンライフをしながら生活をしておりました。で、まあちょくちょくね家には帰ってたりはするんだけど結構ねこの車の中で生活するっていう機会が増えてきています。なぜ、僕たちがこの車の中に住んでるのかというと、決して家をね追い出されたわけじゃなくて理由がありまして、このキャンプ好きがね、悪化しまして、ついに、僕たちキャンプ場をね作ろうと動き始めました。はい。で、キャンプ場を作るその開拓の動画に関してはこのメインチャンネルではなくて、もう一つ別のね新しいチャンネルを作っております。もうね、4本ぐらいかな動画が上がってるんですけども、そのキャンプ場を作る土地が決まったらその時にご紹介しようかなと思っていたんですが、まだちょっと土地はね見つかってないんですけども、ある、きっかけがありまして本日ご報告をさせていただきます。これが2つ目のご報告で、新しいチャンネルについては、かがり火というチャンネルで、まあ、概要欄にリンクを貼っておきますので、もしこのバンライフの生活であったりキャンプ場の開拓が興味あるといった方はぜひそちらもチェックをしていただければと思います。はい。で、3つ目なんですけども、11月の22日日曜日に、大阪の方にある、まあ、万博のそばなのかな、そこに、モーターキャンプエキスポというイベントがあるんですけども、そちらの方にね僕のそのテントの様子であったりとかその展示をしませんかというご依頼をいただきまして展示することになりました。ただ、テントをね展示するんではなくて、まあちょうど今僕たちはバンライフこのハイエースで生活をしているのでこの車を、展示することになりました。と言ってもこの車ってそのバンライフをしていくぞっていうような車ではないんですよ。キャンプ場を開拓するのに、まあ、寝床が必要だよねとか移動する足が必要だよねっていうので購入した、本当に何だろう、言い方悪いけど芋臭いカスタムなので展示するにはちょっとおこがましいところではあるんですけども、ああこんなところで生活してるんだっていうのを見ていただければなと思うので、まあ、ちょっと恥ずかしながら。その大阪のねイベントの方で展示させていただくことになりました。まあ自宅が近いよとか、まあ、タイミングがあったといった方なんかはぜひ来ていただければなと思います。一応僕と、嫁さんもいる予定です。はい。まあ、そんな感じなので、今回3つご報告をさせていただきました。で、今日は、普段はねこう車中泊しながら室内での生活をしていたんですが、久しぶりに野営しに来たので、バンライフで野営してみたという動画を撮ってみたので、ぜひそちらもご覧ください。それではそちらをどうぞ。Had a few kids, bought a newPromised you heaven, but it never did work out. Got a new job and moved uptown. I bought you everything, you never questioned why. All this time I waited for a season where everything felt right.Driving on a freeway
はい、いかがだったでしょうか。ちょっとね、今までのキャンプとは違って、ちょっと雰囲気の違った、キャンプ動画になったんじゃないかなと思います。それではね、11月22日、大阪でお待ちしております。またね。